どうも、こうやです。はい、私ついにチャンネル登録1000名様突破いたしました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。もう苦節何年やってたんだろうね。もうこの嬉しさをね、ちょっとね、まあラジオにしていってみたいと思います。レッツゴー。 ラジオトークショー。はい、どうもどうもありがとうございます。1000名様ついに到達いたしました。これもね、皆様のね、こう温かいね、こうチャンネル登録こいつしたろっていう気持ちがね、私のねパワーに変わってね、とうとうね達成できました。本当にありがとうございます。本当嬉しいです。まあね、本当にこれちょっと今バカタイム流してますけども、私ね、子供の頃一番最初に手に入れたのがバーガータイムで、こちら今ね、猫下に置きながら、猫を避けながらね、一生懸命ね、やっているのをちょっと流しながら、ちょっとね、軽くね、おしゃべりしたいなというところですかね。はい。で、私ね、このチャンネルね、今調べたらね、5年前からやってましたね。5年前に初めて投稿してるみたいですね。今2024年の、3月の今日は何日だろうね。8ぐらいかな。8ぐらいなんですが、2019年のね、2月にね、初投稿したみたいですね。で、その後ね、私もともとLINE スタンプのね、FPS っていうとかね、サバイバルゲーム、サバゲーのね、スタンプをよく私作ってまして、それでちょっと多少ね、多少ですよ。本当に多少ですけど、名がそこにはあったので、それでちょっと、その関連でね、コールオブデューティーのね、モバイル版やってね、それをちょっと投稿してたんですけど、初期の頃ね。全然でしたね。全然伸びなかったですね。で、しょうがねえなと思ってた時にね、ガンダムブレイカーモバイルっていうね、ソシャゲがね、始まったので、そちらをやらさせてもらったらね、最初ちょっと増えて、まあ、300名様ぐらい、300人から400人様ですかね、増えたんですよね。で、これいいなって楽しくやってたんですけども、まあ、大体それ1年ぐらいやってたんですが、やっぱりね、ちょっとね、私ちょっとね、だんだんついていけれなくなっちゃって、まあ結構仕事もだんだん忙しくなっちゃってね、ついていけれないのと忙しいので、更新がだんだんできなくなってフェードしたみたいなね。それで2年近く放置したかな。やっぱね、なかなかやれないんですよね。一回放置しちゃうと。というのと、あとまあ仕事を理由にね、まあ私もなんだかんだ言ってね、一応子供部屋おじさんですが、一家のね、一応大黒柱なんで、ちょっとね、やっぱり日銭を稼がないといけないということでね、なかなか YouTube はやっぱ収益するまで時間かかるんでね、どうしてもやっぱり先にまず稼げれるものからやらないといけないという感じで、で、結構放置して、まただいたい1年くらい前かな、1年くらい前、1年ちょっとかな、1年と半年ぐらい前に、もう一回このチャンネルのね、名前をね、子供部屋おじさん紅葉チャンネルに変えてね、やってきたわけなんですね。その時、最初ね、じゃあ、まあ、久しぶりにやろうかとなった時、確か400名近くは何たかんだ言ってたんと思うんですけど、100人ぐらい減って、で、300人ぐらいがスタートになってたんですよ。で、こう、最初始めた時ね、やっぱね、ガンダムブレイカーモバイルのチャンネル登録の方結構いらっしゃったので、最初減るんですよね、更新するとね。減るんですよ。すごい。更新するたびに減るんですよね。すっごいね、うわーと思いながら、まあやってましたね。で、やっぱり、結構この1000名様行くのに、ちょっとバズった動画が、やっぱりこの私の部屋のマイルームツアーですね。こちらの、まあ、ページからね、結構チャンネル登録していただいた方も多いんじゃないかなと思うんですけども、こちらが結構バズって、で、今、9万再生ぐらいかな。まあ、バズったってもまあ、この程度ですが、でも、私にとっては相当バズってまして、うん、それで、なんとか、1000名様、達成できたのかなと思っております。
で、私のチャンネルはね、やっぱりね、こう、ほのぼのとね、やっぱ子供の頃に皆さん見てる方戻ってほしいなっていう思いがあってね。まあ、当たり障りのないっちゃそうなんですけども、なるべくその、トゲのないチャンネルを目指してね、楽しい動画を作っていきたいなと思ってますね。結構ね、最近はレトロ系のね、ホビーのチャンネル増えてきましたから、そういうチャンネルの方々ともね、今後何か、もうちょっと私のチャンネルがね、立派になったらね、何か交流できたらな、という思いはあるんですけども、まだまだね、ちょっと私の企画力とかね、弱いところがあるのでね、まあ、今のチャンネル登録していただいているファンの方を大事にしつつね、やっていきたいのと思っております。今後はね、結構、開封動画まだ結構物いっぱいあったりとかね、するんで、あと、なんかいろいろやってみたいなとは思ってるんですよね。比較的やっぱりこの部屋を見たいっていうようなね、雰囲気が、要望があるので、まあ結構部屋の中でできるものだったり、やっぱり見てる方大体私と同じ40代、もしくはその上の先輩方、まあ、あと下は30代ぐらいの方が見てるというような感じでデータ出てるんですよね。だからまあその方たちにね、刺さるような動画出していけたらなぁと思っております。まあちょっと私もね、隙間時間を使ってね、やってますけども。ただね、やっぱりね、収益化できたんで、やっぱりちょっとね、大黒柱としてはね、力の入れようがちょっと変わってきますね、やっぱりね。やっぱり今まではずっとね、これは将来いくらかになるという思いでね、やってましたけどね。ついにね、やっぱり1日いくらっていうのが見えるようになっていたんで、まあ大したことないですよ。全然大したことないんですけども、一応お金になってるっていうのは大きいので、まあこれはちょっとね、今後ちょっとあんまりお金の話するのもあれなんですが、やっぱりこう、やる気と、やっぱり今までずっと持ち出しのみだったので、多少そこをね、保管できて、もうちょっとね、ちょっと高いもの買えるかなと。高いものって言っても私は底値ハンターなので、まあ高いっていうこともないんですけど、その商品に対して安くお得に買えるんじゃないかなと、の幅が広がるんじゃないかなと思っておりますね。はい、そんな感じでね、まあでも本当大変でしたよ、これは。本当に YouTube は難しいね。本当最初の頃はね、見てるだけの時はね、本当この人たち、楽しみながら、遊びながら、ね、お金もらえていいなって思ってた頃もあったんですけども、そんなことはない。めちゃめちゃ大変だっていうのはやってみるとわかりましたね。特に、で、チャンネル登録もね、やっぱり、最初のうちはね、本当、初期の頃は、やっぱり、チャンネル登録の人数も多いんで、本当、100人とかね、の人って、もう全然だなと思ったんですけど、100人、チャンネル登録100人行くだけでも相当大変なんですよね。で、1000人なんてめちゃくちゃ大変だっていうのがよくわかりましたね。はい。まあ、バズる人は本当に才能があったりとか、何かね、素質がある人はね、一気に行くんだろうけどね、なかなかね、一般人の私みたいなね、一般人にはね、行くのめっちゃ大変なんですよね。なのでね、本当に行けてよかったですね。このまま、今、2000人様をね、目指してね、やっていきたいなと思っておりますね。はい、そんな感じでね、またね、私のこの子供部屋おじさん紅葉チャンネルをぜひよろしくお願いいたします。紅葉でした。またな。チャンネル登録、X、Twitter フォロー、高評価をお願いいたします。